さて本日はな今頃のようなせずななびしゃくしゃとこうみぞれ降るようなせずなと思いつける話だわら三族と死を一生の運っていうやってみっかなざっと昔あったけどほらあるどころにな村の端っこには 立派な長者様やった。それから村の端っこ、また下っぱらには。これまた貧乏な夫婦ものやった。長者様の家も。下の家でも、どっちもお方様。ややなしそ損で腹てんこてんこにしてやったじゃ。長者様の家の嫁はや、いわやれ。腹ずなくなったって、メモの食って楽して。 ほら積んだしてとせいえがな、下の貧乏屋の嫁は朝から晩までとてぱてとてぱてくる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 とおかしんでやった「しなたしなた今日もな山さ行ってきやるのか」って言ったら「うん行ってくんぞ」「西あ、生まれそうか?」って言ったら「うん生まれそうだ」「下がほら我慢して頑張ってる行ってきらしい」って山さ出したどや。お 停止は急いでて早く戻っかなーなんて言ったから山最がずっとはあてんじゃこでんじゃこどはせいでなあ木切って丸めだりしてやってたっけがにわかに雷様出てきてなんだひんでえふりになってきたこれはとてもダメだめだいやいい最後どこのだにねこれどっか雨が宿りすとこにえべかと思ってなその男は。 たた歩いしたそしたらふてえけやきの木やったそのけやきのしたてにほらがあってそこさ潜り込んだらじゅわそうして「こごさいやんどかしてくんぜよ」なんて言ってなへえってやったこうしたらまあ日頃動いてっからぶしかっとは眠たくてしょうねえわけやそんじとろーとろーとろーとろ,ーと,ろーとねぶかけだわけやなこうしたっけがパカ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 とあん なんだかのが聞ける「はっておかしいな馬なんかこうだ山の中さ生えてこんべぇがおじば高羅にいっぺもってんだから「貧めの音聞けねえななんてわが夢の中のようにしていたとそうしたっけがパカ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 と馬の音近づいてきたと思ったらちょうどほらの目さ止まって「山の神様」。 山の神様」とって呼ばいやったんだとそうしたら「あい」なんてバサバサと落ちきやったわせえな。ほしたっけ山の神様生まれやしたって言ったんだと「うん、何生まっちゃどこさんまっちゃあ」ったら「長者様のいさをどこややんまっちゃし」ってやんな方がちょっから待てような月が帳面巡るようなおどましたっちんだな。ほしたっけ なんだこれ長者のおどっこ屋や,やわらさんぞくもってまちきたんぞあそうかもあららららあとまにぬかあたらまっちゃまっちゃ下のあの貧乏やさおなんこまっちゃわせんとやあれそうがまでまでつどまた町面めぐればおおここの家にはおなんこしぼいっしょもってまちきたんぞあとまにぬかあたらまにまに あそうかんじゃまでまでちったっけ山の神様まで町面いっぺん巡ってやったっけがあらららこれのちにな下の絵のおなんこをの家の長者のさ読みに行ぐやんだそうかよしたからまあまあ食には困んなかべんぞなんて言うやったんちゅな、はあそうかようなったっけがパッ,パッカ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 と馬の踊とのいでいったらば雨がさ とあがったじゅ男はあらおら夢だ食べ方持って花っぽんの中から出てきてなわらさんぞくしぼの一生おらようなんこちょんじゃのえおどっこずゅと山から飛びはねていさもんどったじゅうななそうしたらば家ではといやぎばあさまくり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 とややんろ笑ってやったっけうなんこだったどーったらそうや。 にしゃのおな,んこなんぞ、ほらほらめごいめごいなって言って「少女様の家で男だとおったらそうだと少女の家では男っらしきがまあまあここの家ではどっちでもいいなうん丈夫だとせいいわしゃれな」なんつって大だとそのややめごいだけんじゃも潮の一生あっちはあわら山賊っつうのが男は気になってな。 いやいや抱きながらまずまず心配しながら育てたとそうしたっけが16の春だったじゅうはまあ家やんべのおなんこになったと思ったら長者の家から使えるもの来て、まあ、ここの家のおなんこはなんだってめごいじゅうはそれが仕事も本気でやるじゅうしなかなか稼ぎもんだって評判だわもらいでえばあどってったんだと。 娘に聞いたら娘な竹あんちゃんのせえ言いにてなんて言うだと何人にしゃあ言いにてのがかったらえ言にてえ母ちゃんやってくんついとって言うんだとまあまあこれ金持もざまんのうごさなんぞなとは思ったがやったとま十六の花嫁稼ぐ稼ぐ親に寝て朝から晩までとてぱて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 と,てばてとまあそこの家はちょんじゃだから。 認定が退院やるわけやしたからその奉公認定さまんま分けでな朝昼晩と食わせるわけなべそうするとほら修道様っちゅうのはまんまさらっと分けでほら食えほら食え早く稼げ早く稼げとって言ういよいや分けけんなとしたが嫁が来たから今度嫁がまんま分けるわけよそしたらその嫁は「いや茶碗さてこもり分けて」。 さあ、さあ、食ってくなんでしょ。一杯稼いでくんじゃいなしどってやんだけどそれが朝昼晩朝昼晩毎回そうやるもんだがあ、修道様ごせやけでな幼めんどうさ言ったとにしゃ何の決してやあの世に一杯まんまわけんだ。っつったらあら本気で稼ぐ人には一いっぺ食ってもらいててもってやしどって言うだと何かす語ってんだこの野郎うん

さささと分けらんなくてなまたてっこもり分けて出しただとささ一杯食ってくんすよほらほら早く早くちょっとな本気で食ってもらったやっとでも言うこと聞かねえ二社の加川、は「竹二社の加川なんから二社がしずけろおい」なんつってなげきたけどおい駄なべおお金言うこと聞かねえで、ね、まんま一杯分けんな奉公認さんなんぞ竹あんちゃ 何言ってさんのおらたちこそはこの家のな屋根のあるとこに暮らせば一敵二敵まんまなんかおろぬげだって体つづぐのなし下がお天道様に油っち汗かいて稼ぐ人は腹くつぐなんねがったら体がつづがねのせ何理屈言ってんだんでしょ理屈はいらねえおらえは丘の言うこと聞いてとせえだわかったか ママはははけなよはい、はい二つ返事だもんなまだてっこもり分けて出したとそしたらとうとう堪忍袋の尾が切れて分ださっちゃどいやいやおかんの誤差は戻るよねおかからあめえめねどこさえぐべて思ってな山あいくつもこしていったど腹減って腹減ってしょねああやんだなこの峠もこさねと。ど どこさもむらさつかねえわ」と思って峠のボンベと思ったらちょうど茶店やったんその茶店はまんじゅうふかしてるねの湯にぷープぷープ,ープー出てんものあれあよかったおらまんじゅう食いでなと思ってよっていったがジェニーがないああしょうねしょうねと思って家のうっそさ行ったらばみずは行ったあこれはよかったと思って麦パぱ丸めで ほら、子に従なでな水汲んでると「湯気ぷうぷう出っとこさい」って「湯気だったらただ鍋よ」なんて言ってな湯気でごっつんになってごくごくと水飲んだ「うまいうまいまんじゅくせえ水だった」ちょっともういっぱい汲んできて飲んだとそしたら中からばあさま見てて「こらこら若いのよれよれ腹減ってんだんほや」うん。やってほら 甘酒も満足満足よれよれつわっちいや鼻く口くなることごっつうになったとそしたらばあさまなこらこらにしゃ何にもたんがてがねえでどこさえぐのえうんぶんらさちきたなべおらいえいろなおらいさいろ,いさいろ手伝べいやいや捨てる紙あれば拾う紙ありだうん娘はそこで いやばあやの手伝いしていやー幸せであったと今まで一人っ子でばあさまな鼻水つけつけ作ってるまんじゅうよりは若い姉様がぷくっとしたまんじゅうごしゃって「さあまんじゅう来たからし寄ってがさんしょうなんて言うもんだから四荒れとでもってまで寄ってきてな「あらら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 らなんだってジームスメインだなばん」「そうやそうやあまだ寄ってきゃるよー」なんて「あああまだ帰りようかな」 みやげもとうもつずんでおいでくろ、うん行き、はい、た行きなんてたい早んだけどそのうち嫁が言ったと「あのなパパ裏の清水で酒こしゃってみねえかよ」「何だって西はええこと言うこんだな作ってんべえなって酒まり出すべしたもんだが通り客喜んつまってパパほらここで止まってからゆく これを酒げごちゃんなっちななんて言うもんだから、そうだそうだ。二社と俺で宿屋にすでした。いや宿屋にした。こうしたらどんどんお客は苦して大繁盛だと男し女しを大勢頼んで。いやいや、二社はありがてえ子だな。二社のおかげでおら。 あえ思いしたぞ。とこの家も何もかも2社に任せたっちゅうとそのばさまはすじまんやった娘はな男衆と女衆と本気になってそこの家盛り立ててやってたとそうしたらけがある時こんなざいしてきたじまん「はーい」って出てったらたけやんじゃんねえのあの悪いわ,わけながらこ,のあのこれとまんまあ 握ったがな溶けてくんぜなんて持ってきゃったと「はいはい」っつうとわらんじ三足受け取って握りまんまこしゃって渡したといっぺんは夫婦の中になった竹やんちゃんだものあの世にいっいあった財産何ょしたんだろうとは思ったがむぞさくてむぞさくてな握りの中さ手にいっぺん入れて握ってやったと「はいどうもありがとうごゃいやす」なんつうとな竹やんちゃんのやろう なーに、こっちさ目も合わしねで行ったといやいやあの何かいい子だなこだでけ逃げて二つも汚しくっちゃずっと後ろのな桑ノ木さ高助に伸びた桑ノ木さぶっかかってそれ逃げて食え当たったそしたらカチッと当たったういいしなんぞ入れしやがったなぱいとぶん投げたこっちさも減ってんだあめな よよくよく騎士割り込んだぞ」なんついながらまむ、あ、まむ食いはんだったら「うっやっばけてたっつったらまたポイとぶん投げたとはてはて明日はごめえな竹はんちゃんあのぐらいったらまあ人並みに何か商売でもやって暮らしてもらえてなと思ったら明日の純販頃になったらまた来たんねのまこんなじゃあして「はーい ゃん思ったど『金なももらったっけが今日もまだこれ『にぎげどすけてくんぜ』ってまたわらじこしゃってきたじゅうもの『はいはいよこさんしょ』って言ってなんであの金なのぜに気がつかなかったのかな単にいいのかな何だろうとは思ったが無造成無造成無造せと思ったにぎ出まんまでっかいのこしゃとまた金なよりもまと、あ、いトイペイにおこみでな ぎり、ね、まんま3つ黒助さん進んでハムてがしててやったとはいどうもどうもうげどっとまたうやってさまわってあ、えー、今日はまさか一が金べなな今日ぎりまんまさ石ぶっこんでおいたらあのおなごはよっぽど悪いやつなんぞなんついながら食いはんだったカチッとまた当たったうきしわりまだ中だこれさも言ってっかうぅへてだ ポン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 と三つが三つみんなち途半とにんぱぶなげちまったなんぞそうやって今頃などこでわらもらってわらんじこしゃってくるんだがやれそうだの見かけた時はああわら三族も、うん、一丁目に使い願った人だなと思いそれからにしゃなってうんわらもらってきたんだが 塩をもらってきたんんだか,分かんねえなんぞ時々は胸さ手当てて「神様俺は塩だったかなわらだったかもしんにない」そうやって神様の声聞きながらうん一丁目になってんやざーっと昔酒もした。